ブラジリアン柔術の試合での膝十字固め。膝十字固めは相手の膝を極める柔術、柔道、総合格闘技、プロレス、三歩、ブラジリアン柔術における関節技である。同様の技は関口流などの古流柔術に見られるが、高専柔道において用いられて、当初は足の大逆と呼ばれていた。しかし、後に、 高選柔道競技においても禁止された。また、柔道の乱取りにおいても足の関節には禁止されている。ブラジリアン柔術では、国際ブラジリアン柔術連盟においては、白帯や大帯紫帯及び U18 以下で、国際柔術連盟においては U16 以下では禁止技である。英語では、ニーバーと呼ばれる。別名膝人体固め、足座十字、肩、 ストレートにいいロ e ク。略称膝十字。ハーフガードポジションの体勢を取る相手に挟まれていない、方の足で、相手の体をまたいで180度ひるがえり、両足を使って、相手の片足をしっかり挟み、相手の膝より若干上の部分に、自分の股をしっかり当てて、視点として、足を抱きかかえるようにしながら体ごと後方へ、反り返るようにして腕ひしぎ十字固めと同じ要領で、極める。 技が極まれば、相手の膝が可動域の反対方向に折れ曲がる、形になる。また、背後を取られた体勢からの返し技としての使用法や、立ち状態から極める使用法もある。1921年7月の第8回全国高専大会、市販に就任して間もない金密屋一米の高専柔道6コート大会7連覇により、 有名を轟かせこの大会に向けてさらに小田常忍を、コーチに据えて、死んでも勝つと8連覇を生き込む旧正第4高校が、準決勝戦で激突することとなった。事実上の決勝戦との下馬評で午後3時から、始まったこの試合は、6甲側が繰り出した新技の、足の大逆こと膝十字固めを発端として半ば、乱闘騒ぎとなり、この技の取り扱いをめぐって、 競技のため数時間の中断があった。四甲側が、禁止義の足管と同じ技だと主張するのに対し、六甲側は、足管とは別の技で禁止義には該当せず、その証拠に、審判の急がいはじめもこれを認めていると主張。後に、高専柔道でも行動管柔道でも、国際柔道連盟ルールでも膝十字固めは、禁止義となった。1950年に、 日本で旗揚げした国際柔道協会のプロ柔道でも禁止儀であった。ありがとうございます。